はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録・高評価お願いします、えー、今回は神奈川県の営業職の、えー、正社員2年目30歳の方の給与明細です最終学歴高卒で仕事内容はオフィス機器の営業現場へモニターや複合機の納品必要な資格やスキルは営業なので笑顔とトーク力だと思います勤務時間が、えー、9時から18時の基本残業はなし 収入が年収250万月収23万ボーナス10万営業したい方へのアドバイスとしては自分の強み得意をまず理解されて理解してそれをきっちり生かせる仕事を探すといいと思います給与明細で基本給が18万5000円業務手当4万円職務手当1万円の総支給23万5000円そこから控除引かれて手取りが18万9190円となっています 今回はオフィス機器の営業をしている方の給与明細でした、まあ、2年目ということで、えー、まあ、えー、多いとは言えないんですけど、まあ、営業職なので、えーまあ、役職が上がったりもしやすいと思いますしこれからに行きたいという給与明細でした今回はこれで終わりますチャンネル登録・高評価お願いします